よし、こんばんは。どうも。あ、もうアホいな。もう髪の毛アホいんですけど、え、なんかさ、花粉飛んでるよね。4公演終わりに見える。確かにチーム4公演です。じゃあこうすればいいんだ。確かに4公演終わりにも見えるの分かる。これでどう？ひらがなにする。4公演終わりです。どうも。え、絶対花粉飛んでると思うんだ。すごいね、ムズムズするから、やっぱり多分ね飛んでます。はい、昔は3公演やってたよね。ね、8の頃ね。でもだいぶ初期じゃない、それはね。はい。4公演に見えないためには、そう、これあ、トヨスピット4公演。あ、確かに朝公演、おやつ公演、昼公演、じゃ昼公演、おやつ公演、夜公演だったかな。なんかもうとんでもないね。確かに。どうもお疲れさんです。お疲れ様です。たまごっち生きてるって意外と、はい。なんかさ、毎日ビジュアル変わるんだけど、どういうこと？なんか進化してってるのか、もはや違う子なんじゃないかってぐらい変化がすごいんだけど。進化？変化？そう、あれな、何ですかね。たまごっちはあまり分かってないけど、やっとね、なんか分かるようになってきて、うん、あのミニゲームとかがあるのも知って、ミニゲームしたりとかして。そうです、日々進化してる。だからと最終的に何の顔に、何になるんだろうねっていう。ね、楽しめてるって。うん。まあまだ気にはなるかな。まだ3日目ですからね。3日目ですから。セータンティーの話、そうなの。セータンティーね、なんかすごい申し訳ないね。なんか全然表示されてなくて笑っちゃった。間に合ってなかった。ちょっと今いろいろと、ちょっとまだ、ちょっと修正が入ってまして、修正してるのでちょっと待ってください。売られてるうちに出せたらいいんですけど。はい。でもなんかもう予約しましたって来てて、どんなデザインでもどうぞっていうことですか？買ってくれた。買ったー！はあ。ちょっと今ね、チビタでやってるので、びっくりしましたね、今ね。私が一番びっくりしましたよ。そう、あんと大丈夫。セーター、そう、セーターセーターっていうの話してたんですけどね。すごいね。だから何書いてても買ってくれてるってことだよね。もうすごいね、それはそれで。今シークレットみたいになってるから、できれば投稿したいなと思ってるんですけどね。うん。まあまあ、どんなデザインでもね、ありがとう、買ってくれるということで。優しい、ありがとう、ごめん。いやでもちょっと急いでるんだけどね、ちょっとまだ戻ってきてなくてね。そうなの。いつでもさ、なんかそうなんだよね。マジで今もう最終段階。完成してないんかいっていう。いや、完成したんだけど、いざ T シャツこんな感じになりますけどいかがでしょうか、ちょっとイメージと違いますねっていう段階なんです、今。そしたら直しましょうか、そうですねっていう段階まで来てるので、これを直しが終わったらきっと皆さんに
見せることができるのかなって思うんですけどね。どうなんでしょうかね。はい、すいません。はい、そうです。あ、そう、ツイッターがもう一個生まれましたね、アカウント。そう、それもね、それもそう、それもそうです。アカウントがもう一個生まれました。よろしくお願いします。あのアンレイムの関連のあの投稿とかはそっちでやろうかなって思ってるんですけどね。もうちょっとね、自分が今どっちなのかわからなくなるんでね、使い分け難しいですね。そうですねちょっとわかんないけども、はい、どっちも使えるように、すいません。本当にね、そう、 SNS が増えすぎてるよね。本当に削ろうかなって思ったんだけど削りたいけど削るも削れないよね、なんかもうね。はい、 SNS 時代なんで、要はまさに。あー、次待って、これ降りてない、10件下がってるよねこれ。あー、やばい、どこまで落ちるのかな。下がってる下がってる今これね、あ、止まった、止まったね、はい、はい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 、 OK。 そうだね、ちょっと SNS 周りをもう少し自分の中で整理整頓しないとっていうのと、しないとっていうのとね、しないとなんですよね。もうちゃちゃっとあのできるやつとしてはやっぱウィバースを今は割と使ってるんですけど、一言だけ物申したい時っていう、物申したいじゃないね、なんかまあ、つぶやきみたいな感覚では使ってるよね。そしたらツイッターってやっぱX って何なんだろうかってなってしまうけど、もはや本当のつぶやきは、そうなの、リバースなんだ本物あれは。でもX は、そうね、X はお知らせかねって、確かになんか誰でも見れるところだからな。そう、あ、リバースは、そう、リバースはなんか写真が送り放題だから、めっちゃ写真をあの貼るところだと思っている、その認識もあるんで、はい、あれも、そうそうそう、だからウィバースは月末に、そう、いっぱい送るって自分の中で決めてるんです。多分忘れてない時はやります。月末です。でもマジで写真が本当にやっぱどれを上げてどれを載せてないか結構分かんなくて、やっぱ消そうかなって、使ったやつ消していこうかな。でも保存してたいじゃない、だからいいね押したらって言われてたんだけど、お気に入りもね、お気に入りとして使用してるんですよねそう、どうしようっていうね。かぶったって良いって言うけどね、こっちはかぶったら嫌なのよこっちの話、じゃあ頑張れよって話なんだけど、はい、頑張ります。そうなんだよね、あ、やばい、下がってるわあ、これも下がるんだね、そうなの、あ、下がってるわ下がんないで、おー、なんかやっぱ下がったよね。今日も配信始めたのは遅いので、もう終わりますね、そろそろ今日が、はい、今日は劇場でも久しぶりって言ってもあれか、8月の末にポンさんの卒業公演に出演したぶりだったので、
ですね、まあ、2週間くらい空いてんのか、2、3週間空いたのかな。確かにちょっとぶりな気はしたけど、まあ来週もサムネイルあるもんね。はい、あるはず。12日が最短ですか？そうですね。なんでね、はい、あります。でももう今月入んないとだよね。サムネイルに入りたい方もぜひ、まあ、来月多分もしかしたら、あ、3日だもんね、千秋楽が。千秋楽だけ分かってるから3日だけなんじゃないかな。1と2もやれたらいいんだけどね 1,2,3 で全部方向へんだったら最高だけど、可能性的にはやっぱ今月にね入れる方はぜひ入ってくださいね。はい、どうぞよろしくです。ねえ、あっという間、本当にあっという間だね。ちょまだ9月も追いついてないんだけど、9月ももう1週間は終わってるんですよね。そうだから、そうですね、今月ぜひ入ってください。どうぞよろしくお願いします。次は何の公演を、私もね、そうは思うんですけど 何やるんだろうね。ね、9月10日ですか。はあ、もう10日ですか。あと20で終わりますね。マジか。あ、波動もある。そうだった。波動は20何歩でしたっけ？20何歩。違う、十何日とかだっけ？18ぐらいじゃなかった？おおよそ。18です、多分。違うか。18だよね。知らんけど。21だって。あ、21です。すいません。21です。あらー、21だったか。ねえ。10月公演出れないんじゃないかと思って、3日で終わっちゃうんでしょ、サムネイルが。もう僕隊じゃん。そしたら僕隊だね、きっと。はい、僕隊になりますね。分かんない、10月がもうだってないもんね、それしか予定が はい、隊かもね。でも分かんないよね、僕隊があるかも分かんないし、もう僕隊のちょっともうデータはちょっともうないです。ないことないけど、ボーイズ&ガールズ、これができないんだよな。行こうぜ遥か遠くの地平線、ずっとこれ歌ってない？僕隊って言った瞬間に。この曲が相当不安なんですね、私の中で。不安要素のランクが高い。うん うん、これがやっぱちょっと難しいみたい。今日何食べた？って夜ご飯のお弁当がね、牛タン弁当でした。やったね、牛タンさっき食べました。だからもう眠いかもしれない。でも寝れるかもって思いますけど、寝たくないんです、まだやることがあるし これもやることですね。そうです。なんでね、そうなんです。ちょっと血糖値が上がって ちょっと今糖の巡りが、体中を糖分が回ってるから、ちょっとやっぱ眠気が生じてるということで、これに打ち勝てば、もう打ち勝つことができたらもう勝ちです。勝ちたいと思います。たまごっちね、コーンフレークだとめっちゃ不機嫌な顔するの。普通に、なんか多分お金払わずして食べれるやつがコーンフレークなんだけどね、コーンフレークだとなんか「またこれ？」みたいな顔して食べてて、今日「えっ？」って喜んでよと思ったけど、コーンフレークだと喜んでくんなくて、じゃあなんかね、宅配っていうか注文サービスがあって、それでまあお寿司を頼んでみたんですよ 私がゲームでもらったお金で。それでね、
そう、ウーバーみたいな、そうそうそう、宅配があって、それで寿司頼んで寿司あげたらめっちゃ喜んでくれて めっちゃ喜んでくれて、寿司めっちゃ喜んだんだよね。あ、寿司は嬉しいんだと思って、もうゲーム頑張るしかないね、これは。もうゲーム頑張って、そのもうそれで得たもので寿司買わないと。だからね、寿司を買うにはゲームしないといけないんだよね。そう、すごいね、寿司はやっぱみんな好きだよねと思って。うん、そうなんだよね、わかりやすいなーって思いますね。はい、まだ生まれて3日とかなのにね。そうだね、なんで寿司食べれるんだろうね。すごい、毎日違うの、びっくりするんだけど、あれキャラクター変わってんのかな、マジで。あの昨日のキャラと全然違う顔になってるの、次の日 どういうこと？あれ、どんどん顔変わっていくの、毎日。今3日くらいね、やってるんですけどね、毎日顔が変わってるんですよ。どういうことなんですか、あれは。はい、ちなみに昨日のお顔が割とキュートだなと思ってたんですけど、今日はなんかしましまの服着てて、ちょっとよくわかんないんですよね。こんなキャラ変わってたと思って。私はめめっち、まめっち、くちぱっちの時代の人なんで、めめっち、めめっち、まめっち、くちぱっち、くちぱっちがいいな、くちぱっち。そう、あれ、それな、それがいいんだけどね、知らないんだよね。ない。はい。わかんないけど。今いないのかな、口パッチとか。え、もう口パッチいないの？口パッチだったらもう、もっと遊ぶのに。口パッチとか。まあ、ね。そうなんだよね。たまこ姫みたいなのいたよね。姫が来店すると絶対にその店がでかくなるっていう。これは DS のカセットなんですけど、それあったよね。うん、姫が来たら最高なんだよね。うん、ねえ そうそう たまごっち一応毎日もだから持ってるよ、今は一緒に。うん、やっぱ花粉飛んでるよね。花粉飛んでます、多分。めっちゃね、目がかゆいしね。次のお話し会まで1ヶ月以上あるんだって。マジで、そろそろ喋りたいよね。喋れるイベントないかな。確かに、おしゃべりしたいですね。うん。なんで？9月からやろうよ。マジか。そっか、10月からだったもんね、お話し会。お話し会、今、まだ売ってるかな？多分売ってます。次、あ、14日なんだ。じゃあ本当に1ヶ月後じゃん。マジか。ねえ。なんかね、そうなの、偏ってるからね、お話し会の日程が。12月が多かったっけ、今回。そうそうそう。だからね、うん、12月に買いました、だって。 年末にお会いできるのかな、じゃあ。お、クリスマスイブを
クリスマスイブ。そっか、ちょっとサンタやめたいな。サンタの格好するのかな。サンタじゃなくてさ、ちょっと違うものに、雪だるまとか、違うわ、トナカイとか。あえて、去年トナカイだったね。ああ、そうでしたっけ。そうだったっけ。ね。ああ、田口の釣りを覚えてる。確かに。いたいた。何してんのっていう格好の人がいて。そうそうそう、懐かしい。ああ、あれもうそっか。でもなんかやっぱね、すごいね、月日がね、割とでもやっぱね、早いなって思うんですよ。9月かと思うんですけど、8月のこと思い出してみなさいって課題が来たとして、あ、じゃあ思い出してみますねって思ったら、確かに8月なんかいろいろやってたよねと思って、だからなんか割とね充実してるみたいで、だから今すごいツリーの田口がすっごい前に感じる。うん、すごいね。うん、全力反抗期打つ、宇宙初オンエア、走とか走らないと。え、そうなの。え、そうなの。え、今流れてるの。マジで、マジ。あ、そうなん。なんそれ。今やってんの、なんそれ、マジ。そうなんや、受けるからぜひ聞いて。受けるの。あ、サララがゲストにいるんだ。受ける気がするんだな。すごい曲。え、フルサイズかな。受ける。マジか。ちょっとおもろい、おもろい感じなんで、ぜひ多分、はい、受けてください。で、聞いたらわかるよ、言いたいことが。レコーディングも大変だったな。大変だった。うすっごいスケジュール感でやってたな、よく考えたら。すごい。文字にしないで、笑っちゃう。まあ、はい、ぜひ。ぜひ。ほらほら。あれ、披露するのかな、どっかで。するんだろうな。どんな振り付けになるのかな、楽しみですな。ウケる。あ、もう52分だって。無理、あと1時間ぐらい配信したいんだけど、規約的に12時までなんですよね。規定的に12時にはもう終わんないとなんですよ。悲しい、悲しい。インスタライブは、インスタライブのやり方わかんないんだよね。インスタライブしないのね。インスタライブわかんないもんね。え、うん、そう。え、やったことある。めっちゃ前にやった気がするんですけど。ねえ、私今日カラオケしたかったんですけど、まあ、時間的に確かに喋ってたらもう終わりそうと思って、でもちゃんとこうやってスタンバイもしてたんですけど、まただから歌いに来ますね。歌いたいんですよ、そろそろ。カラオケに行きたいんです今。行けばいいんですけど。
カラオケに、これカラオケできるからね、すごい助かるんですよね。30分じゃ無理です。はい、私もそう思う。いや、なんかね、公演の後が一番喉開いてるからね。それはそうなんだけど、まだ歌いたいってなっちゃうんだよね。今日2公演やったのにね、ずっと握りながらやってたイヤホンを握りながら今ずっと配信してたんだよね。はい、一人カラオケ行くのって、うん、一人カラオケしか行かないぐらい、一人カラオケしかしません。一人カラオケです。一人カラオケで、あの、絶対ワンドリンクオーダー制にした場合は、あの、飲み物が来るまで歌わないタイプです。はいはい、飲み物が来てから歌い始めます。うん、こっから気まずいじゃん。やっぱ一人カラオケだと気まずいのよ。飲み物持ってきた時に歌ってたらちょっと、あ、そこに、その歌中断するのも嫌だし、そこに置いといてくださいって言う隙もないからね、やっぱり。そうそうそう、だからやっぱりすぐ頼んで来てっていう、そういうことしちゃいます。うん誰の歌歌うのって、もう練習にしか行かないかな、基本的に。あんまり歌わないです。でも、あの、歌唱力で覚えた2曲とかは歌ったりしますそう、こないだ行った時は歌いました。はいそう、ベテルギウス、うん、まだ歌えました。うん、確かに意外とさ、アニメの歌歌ったことないかも、カラオケで。ないことないけど、歌ったことないかも。うん。家では歌ってる。うん。なんで、こっから、ちょっともう配信はね、もう12時までということなので、ちょっと一人で歌いたいと思います。アカペラで。深夜にいつも歌ってるんですけど、歌いながら、お風呂に入って、そうね、ちょっともうちょっと編集しないとなんだよな。そうですね、編集してですね、はい、配信もう終わる、終わるよ。何時だろう、もうランキング読むか。ランキング読みます。じゃじゃーん、13位翔太アトマーク、なるなる推し、ありがとう、嬉しい。12位どんぐりっこ、アトマーク、全力反抗期、最高じゃないか、ありがとうございます、最高をもらいました、ありがとう。11位エビちゃん、ありがとうエビちゃん。10位クラアトマーク、チームメイト大好き、えいと。9位ほのか、ほのかアトマーク、幸せすぎるありがとう、幸せ、今日ありがとうね。8位直樹アトマーク、生誕グッズ予約済み、デザイン楽しみ何が来ても買いますよ、勢だ、ありがとう。7位ケンケンアトマーク、なるに今月会えるといいなって思って日々生きている人、会えると思うよ、なんかしら会いに来ようっていう気持ちがあれば、多分ね。6位エムタカアトマーク、プリズマティックの MV もくださいね。 IMI は今公開されたんで、ぜひプリズマティックね、いいよね。5位 TK トンからアトマークタイ、クプンカー、ありがとう。4位ユウアトマーク、久しぶりにショールーム見れてよかった、お、久しぶり、ありがとう。3位笑顔になるならヤマピョンアトマーク、今日も楽しかったよ、ありがとう、来てくれて。2位はじめアトマーク、生誕グッズはノープリンティングな104日、すいません、だから今やってるからちょっと待っててね。うん、私も待ってるんだけどね。1位栽培アトマーク、愛されむずい、もう愛されは練習のみです。もうこうやって首を動かすという、はい、意思でやってたら動きます。はい、ありがとう。
疲れ様でした。もう終わる？何分か分かんないですけどね。あ、まだ時間ありそう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あと2分。今日そう、久しぶりに、久しぶりじゃないけどちょっとぶりかな、公演、お手紙とかプレゼントとかもらってきたので、それも開封したいと思います。読みます。お手紙生もの読みます。食べません。読みます。もう終わる、終わるよ。バイバイ。あと1分くらいあるかも。待って、まだまだあったみたいです。ポーズでつなごうとしてるやつ。あと1、え、尺が結構ある。おやすみ。いっぱい寝ます。嘘です。バイバイ。おやすみ。みんなはいっぱい寝てね。バイバイ。おやすみ。明日はかき氷食べたい。